カトレアコクシネアカトレアコキシニアは卵化植物の一つでヨーランとして栽培されるものの一つ。かつてはソフロニティスコクシネア、コッキネアソフロニティスコキシニアの名で知られ、カトレア類の後輩親としても重視された。この種自身も小型の原種系ヨーランの美霊種として人気がある。もともとはカトレアとは別属のソフロニティス属とされていたが、 近年の分類体系の見直しの中で、この属そのものが、カトレア属に吸収された形でこの名に変更される、こととなった。しかし、救命は、今でもある程度は流通している。なお、かつて同族には、グランディフロラエスグランディフローラもあり、若干だが色が違うとしてむしろこちらがよく使われた、時期もあるが、これは、シノニムとして、国士ネアに統合されている。 他にエスリタリス、エスロー、エスロシテラナも、この種のシノニムである。小柄な植物体に比して大柄な花をつけ、またその色が鮮やかな種紅色であることが目を引く。そのため、この種自身が、小型洋卵の原種として、栽培の対象になるだけでなく、品種改良においてこの色を生かすため、あるいは小柄な品種を作出するための、後輩親としても重視された。 かつての名で、ソフロカトレア、ソフロレリオカトレアなど、救命の俗名を付されたものの多くは、この首都の交配品である。植物本体は小柄で、草丈は6から9センチメートル程度。補服圏を横に伸ばし、少し間を空けて、バルブをつける。バルブは防水型で3から4センチメートルで、先端に1枚の葉をつける。葉は、新緑色。 超楕円型で厚くて硬い角質、中六でやや二つ折りになる。花は、秋から冬にかけて、バルブの先端、葉の基部の二つ折りになった部分の隙間から出て一から二輪を生じる。花は、計四から六センチメートル、全体に鮮やかな主石色で、新弁にだけ黄色い筋模様がある。花碑は平らに開き、外花碑は狭い楕円形だが、 側弁が幅広い卵型をしていてその間を覆うように広がるため、花全体としては丸く見える。心弁は幅狭くて小さく、両端が内側に巻き込んで筒状になる。ブラジルに分布し、サンパウロとサントスの海岸近くの標高1000メートル付近、雲切り林に生育する。半日影の木の絵に着生、あるいは頑丈に着生する。 花子型の美霊種として栽培される。塚本かでは、種紅色のミカが、宝石のごとく形状整い、極めて可憐なことは、数ある洋蘭の中でも稀と口を極めて、褒め添やしている。ヘニー株としては、木花のものがある。しかし、この種は、後輩親としても重要である。特にこの種の持つ種紅色は、休暇トレア族や、 周辺の族には他にあまり見られないものでもあり、色彩の改良を狙って用いられた。実際に、この種を嫌とする後輩品種には、先行色や大色など、他の系統には見られない、この色を受け継いだものが数多くある。それらは、ソフロカトレアなど、この族の名前の前半を受け継いで命名されたが、現在では所属の変更に応じて解明されている。塚本ほか P89 ありがとうございます。